皆さんこんばんは。こんばんは。オープンマーケットライブ4回目です。私は草薙民です。あ、河野さん、河野さん札幌河野さん、なんか今タミちゃんいきなり頭のうんで吹っ飛ばしたよね。そうだねあれさっきさ10秒ぐらい前に言ったのにね名前 言いました。すいません、あの市ヶ谷の私の美術大学の河野です。よろしくお願いします。で、オープンマーケットの配信4回目ですよね4回目ですけど、今まで武蔵野美術大学の市ヶ谷キャンパスの一帯のムジコムから配信をしてたんですが、今日はちょっといろいろと、4回目にしてまた変えて、まあ、これも実験をしたいなと思ってます。で、私自身が実は、3日前まで若杉先生とも一緒だったんですけど、今実は札幌にいます。で、まあ今回まあ仕方が、まあ、仕事ではプライベートではなくて仕事できてるんですけど、お任せしようかなと思ったんですが、やっぱなんかこういうのも実験してみたいなと思って、意地でも出るっていうことで、機材を札幌に送りつけて出てます。で、今日は、草薙さんの横にいる、まあ、武蔵野美術大学の若杉先生と、本学の客員教授でも、来ていただいてるんですが、高浜先生をお呼びして、トークをし、まあ、その後に、高浜先生のバンドを演奏したいなと思ってます。で、まあ、この、オープンマーケットの配信自体が、コロナになってから、大学がどういう情報の発信の仕方ができるのかっていうことを模索して、まあ、4回目にようやくなったと。で、ずっとその、市ヶ谷の一帯のオープンマーケットから、配信をしてたんですが、ちょっと今回いろんな準備があったりとか、まあ、コロナの状況も、まあ、東京が決していいとは全く言えないんですけど、まあ、試しやっぱ経済の方も考えてやっていこうということで、お店の方も空いているので、まあ、機能としては、オープンマーケットの配信なんですが、まあ、キャンパスの一部、まあ、今日は、講義室というか、普段はそこでプロジェクトなどをやっているところから一度実験的に配信をしてみたいなというふうに、思ってます。若杉先生、まず今日のゲストの高浜先生のご紹介というか、悪友っぷりをそちらからお伝えいただければと思います。はい、ありがとうございました全部全部言っていただいて本当にありがとうございますすいません、先ほどご紹介に預かりました武蔵野美術大学の若杉でございます。今日はどうもよろしくお願いいたします。お願いします。タミちゃんは、はい、オープンマーケットの話はしなくていいですか？ね、そうなんですよ。すいません、名前を言って名前でと思ったんですけどね。オープンマーケットはですね、デザインと学びを社会に広く流通させるための、まあ、プラットフォームみたいなデザインカフェとして、うん、今は機能していまして、ね、はいはい、ちょうど2年目に入ったところで、もう2年ね、はい、2年目になりました。はい、で、ね、今日ははい、今回はですね、あの花丸学習会の代表高浜正信さんです。高浜さんといえばですよ、飯が食える大人に育てるとかですね、うん、夫は犬だと思えばいい、へこたれない子供になる育て方など、うん、本当に痛快なタイトルの本も多いんですが、その中身が本質的で面白いんですよね、うん。またですね、ご自身の生き様経験をベースにした、はい、まあ、新しい教育学びというものを、うん、実践されていて、もう有名人です、うん、有名人そんな有名人がここにいらっしゃるというのは、先ほど、河野さんから説明ありましたようにですね、武蔵野美術大学 の客員教授をされて、うん、そうですしたということなんですね、うん、今日は本当に素晴らしい会議だというふうに思います。実はですね、高浜さんと僕は高校予備校の先輩後輩でございまして、うん、勉強はさっぱりしませんでした。君はね、高浜さんじゃないですか、ね、そういうこう極めて面白い学生時代を過ごしてですね、それから30年会わなかったんですけども、
ばったり会ってお互いむさびでまたこうやってやり合うと。そうそうそう、いうこと、数奇なこう、こうね、数奇ですよね。数奇。で、今日はですね、子どもの、学びと芸術というような、タイトルでちょっと話をしながら、まあ、まあそう思い通りにならんと思いますけど、その次にですね、カリンバの高間さんのバンドカリンバに演奏してもらえるというようなことで、今日は本当に高浜ジゴンス祭りでございます。どうぞ高間さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい、お願いします。僕あのちょっと昔の話ですけども、はい、高間さんといえば、うん、面白いことばっかりやって、うんうんうん、さっぱり勉強というような印象が僕はなかったんですが、うん、あのそれがこう教育をやられるというようなことでですね、うんうん、まあなんかどういう感じでそうなったのかということもありますし、僕がよく覚えてるのは、うん、若すぎお前あの音楽と芸術は信じるに値するぞっておっしゃってましたよね。でそういったことであと笑いとね、あ笑いね、うんうん、笑い、そうそう笑い笑いどういうこうその高松さんの中でその笑い芸術音楽、それと学びっていうのはつながってるんですか。はいはいはい、まあ、今日の大きいテーマにもなると思うんだけど、その STEAM とか言われてて、はい、STEAM、はいはいはい、アートっていうのが入ってて、うん、つまりこれからの教育はサイエンステクノロジーエンジニアリングアートマシマティックスみたいな、うん、つまりその食いっぱぐれない5種類ぐらいのなんかテーマみたいな、うん、なるほど。確かに技術が欠失してたらね、うん、多少挨拶できなくてもね、うん、なんか会社で短パンで歩いてたって、まあ、食えますよみたいな、うん、なるほどなるほど、ね、でその同じようにアートっていうのはそういう意味でさ、まあ、数学ができても食えるだろうし、その理系の技術的なところを力つけときゃもうあのまずあんたの子供食えますってみたいな大枠のところになんでアートが入ってるの、これすごい面白くて、でこれはまあ教養っていう意味のリベラルアーツみたいな意味もあるんだけど、やっぱそこにこう救いがあるっていうか、うん、あの逆に言うと今にこう世の中こう眺めてて、あこの人もまた不幸、あこの人も不幸だな、うん、この人も不幸だなみたいなことをこう見ていくわけね、うん、何がなもうすごくシンプルでやっぱこうやらされてるっていろんなこと、なるほどね、人にこういう枠組みに入るとあなたはあのこれだけのランクに行けますよみたいなことを提示されてそれに応えていくみたいな人生を繰り返してるから、うん、常に誰かにランキングとか役職とか、うん、その地位みたいなこととか、うん、そのブランドとか、うん、偏差値とか、うん、その与えられたここのどこ行くかなばっかりこう見てる人たち、うん、でじゃあそうじゃない幸せな人たちは何かと、同じような職場で働いてても自分で決めてるし、うん、もう本当にこれやりたいと思ってやってるとかね、うんうん、その主体的な意思みたいなのがすごく重要で、うん、でそれが言うは安いんだけども、うん、そみんな見失うわけよ、うん、途中で、ね、やっぱりこうこっちの子よりこっちの子がいいな的なことばっかり詰め込まれてると、うん、その考えから抜け出せなくて、うん、でそれが今の話に戻ると、あの私はこう本当に田舎っぺだったこともあるし、うん、で熊本高校だったもあるから、もう本当に好きなこと以外したくねー、好きなこと以外したくねー、好きなこと以外したくねーって生きてるうちに三流四流になったわけです。俺今落語しかない、俺には今落語しかねえんだよみたいな。だからまた数ヶ月みたいな、俺今競輪しかねえんだよ競輪しかって思って、競輪ですか、何でもね、競輪競馬もう何でもハマるんです、何でもハマるんです、ハマってる自分以外信じない。なるほど。でそれであの、まあ、これ本当に超面白い話なんですね。たまたま私が26ぐらいの時にそういうこうあのなんていうの、寝なし草でこれが楽しい、これが楽しい、ハッピー楽しいとか生きてたら、うん、まあ、親はもちろんあのとっくに見捨てられてるんだけども、うんうん、あの厚労省に行った役人になった友達がね、はい、あの久保孝のね、はいはい、それがもう高浜ってお前はね、もっとすごいいろんなことできるはずなのに、ナンバーショットやった、うん、お前みたいな人間が日本をダメにするんよとか言われて怒られて、うん、それが今コロナのトップになっております。はぁ、ね、でそれいいんだけど、で彼には言った気持ちもすごい愛情を感じたし、うんうん、
嬉しかったわけね、うん、あの誰かに叱ってほしいようなところなんかこの辺にありましたんだけど、うん、でもいや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 、その君の気持ちはよくわかるし、うん、どんどんその、いわゆるイスタブレッシュなところに入っていってどんどん偉くなってくれるのもそれはそれで大きい仕事できるだろうけど、俺は今もう落語以外ないのよねみたいな、うん、もうそれを自分は騙したくないみたいな、うん、そういうこうなんかこだわりこだわりみたいなことを大切にしてたという話だなと思ったけど、そうです、うん、でその時はですよ高間さん、うん、そういう状況そのモヤモヤしながらそのハマっていく状況っていうのは自分自身ではこう不安になったりせんのですか、うん、いや多分その、まあ、こういう言葉があれかどうかそのいわゆる発達障害系っていうか、まあ、完全に ADHD だからその、うん、検査したらね、うん、だから人目あんま気にしないっていうか、うんうん、なんか全然もうここだと思ったらそれってやっぱやってきたから、うん、それはまあある意味その普通で今思えば普通じゃなかったなと思うけど、うん、でもまあそうしか生きられなかったし、全然自分はもうあの日記書いてたから、うん、日記の中にはもう自分を称賛する言葉が称賛ですか、うん、いよいよ身長こそ根底身長のねあの核心の部分に触れたぜ今日みたいな身長はやっぱりすごいはあ、ジョン・レノンはここがすごい、そう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 、じゃあビートルズ好きでしたもん ね、うん、もうなんかこうもう好きなものにはまりまくっていくという連続だと、うん、そう、うん、それを、まあ、まあそこまでなんか外れなくてもいいんだけど、まあ、簡単に言えばその乗っかっててもいいんだけど、うん、本当に意思して医者になるならいいんだけど、うん、成績いいからあなた医学部行けるよみたいな、そのこの人生が多いわけですよ、うん、そうですよね、うん、すぐなんか これぐらいの成績やったらもう ここでこのなんとか学部いけるよみたいな、いけるようですよね、うん、そうそう、で高校もそういうあの進学の指導しますもんね。ああそうそう、まあうちはまだほっとかれた方なんだけど、小田からね、小田からね、だって俺500万ぐらいになっても高3の担任は一言も言わなかったから、お前はいつかやるってだけに大丈夫とか言って、お前はいつかやる男やと、やることや、三郎四流だって言って確かにしましたけど、うん、でもなんかその辺はこう平野先生っていうね偉大なもう先生だったから、うん、認められましたね。そういうこうそのなんていうか信じるに値する大人と出会うかどうかってやっぱそのやっぱ子供にとって必要ですよね、うん、だからそういう今の私が言ったようなことを、まあ、あちこちいろんな人が芸術家なんかまさにそれを言って生きてる人たちだと思うんだけど、うん、でそういう人に触れないとなんかやっぱその お母さんが喜ぶステータスの方にこう走っちゃう。そう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 、いや親はですよ、うん、いや僕の親もそうですよ、うん、やっぱ今我が息子が、うん、その食いっぱぐれんように人より豊かな生活ができるようにってやっぱ思うんですよ。誰も、そうそうそう、親はねそういうもんだから、うん、お母さんってのはそういうもんだから別にまあいいんだけど、うん、でもそのお母さんがこうすごく望むんだけど俺はやっぱりこっちしかねえっていう、こう青年期の思いとね、うん、出会いがあってね、うん、こっちの道取ったっていうとこう、まあ、決めた人生だから楽しく生きていけると思う。そうですよ、ね、生地化成績いいとこういい方いい方ってこう いわゆるあのこうありもののランキング上みたいなとこ取らされ続けるから、で保護者みたいな話しても、ね、うんうん、何もかも揃ってるんだけど、うん、まあ、こう東京の中心の国住んでね、もうでかい家なんで、うん、もうお父さんもあのお金もいっぱい取る人なんだけど、うんうん、ちっとも幸せじゃない妻みたいな人いっぱい見てるわけ、うん、それ何かってさっき言ったことでシンプルにそれだけ、こうそれが価値ってあるからって言われてるものが欲しい人生を続けてるだけだから、このバッグよりこのバッグが高いのよねみたいなことばっかりやってて、あなたの目で見てどっちなのっていうことが言えないみたいな、うん、っていうのがあるのがアートと、子供はもう本当にこうそれこそつい先週だったけど、何が面白かったかっていうと、あの久しぶりにリアルの授業に戻って、まあ、2週目ぐらいの時にね、あの年中さんの授業は新聞をちぎってどう遊べるかっていうことをこう行き問い合うみたいな、長くして飾りにしたり、もうちぎってちぎってひゃーってやったりして、そう、もう40人ぐらいいたからむちゃくちゃすごい量の新聞のゴミがあっているわけで、それでも次々と小学生の授業だからもう仕方ないからガーってこう厚みに集めて、そう、まあまあ、 あの2メーター四方ぐらいのこうね山積みになったわけ、うん、そうそう、何が面白かったと、1年生の子たちがね、来るやつ来るやつで、ね、あっとか言うわけですよ、新聞の山で、新聞の山見てそしてうわーってこの新聞の山を見て入りたい入るぞと、これが
よく生きるってことなんだけど、これをやれなくなっちゃうわけよ。途中からあゴミですねみたいな、あれはゴミですね、片付けろと、片付けなさい早くっていう方向に行っちゃう。子供1年生の子にとってもう宝のようで、もう最高に面白いものがあるぜって思ってるわけじゃん。もうそれがもう楽しいものしか見えないわけですね。楽しいで、そのそれが楽しいっていうことを失わなければ人生はもう風が吹いても楽しいし、雲が動いても楽しいし、もう全部楽しい話なのに、ランキングに入ってない自分みたいな、でよその人はこんな高い給料もらってるみたいな、数値数値でどんどん騙されてもわけわかんなくなっちゃう。なるほどね。っていうのを突破するのにアートがあるというのがこの本に書いてあります。この本に書いてある。これは僕じゃないんですけどね。これあの名前は私も入ってますけど、この伊予子は弓手、凛と言うんですけど、凛、ちゃんね。凛ちゃんが書いて、心とね、頭を同時に忘れられる。いや、本当にこれはすごい本なんですよ。これ僕あの僕はもう読んでいるだけなんですけど、何があったね、もう削りに削られた内容が書いてありますから、いやこれ僕もあの凛ちゃんのワークショップやりましたけども、大人でもドキッとするワークショップですよ。 これいきなりね1ページ目っていうか頭にね、なんか絵があって、まあそうだ0、1歳ぐらいかな、絵描き始めましたみたいな、どこで丸描くかなみたいなあるやん、でなんか描いた時にこの声かけがね、これは何、親は言うわけよ、これは何と、これは何から不幸がスタートするんでございますってことが書いてある、これなかなかねあの言えないよ、普通の人は、言うもんだって。あキリンさんだったら首もう少し長く描こうかと始めるわけ、正しいキリンというのを指導し始める、じゃなくて描きたいから描いたんですみたいなのがその頃なのに、これは何なのっていうこと、何なの枠を当てはめ始めるわけ、大人がダメにしてるんですね。大人がダメにするわけ、悪気もなくね、なこの子にいい絵を描かせようって、いい絵っていう基準がまたさっき言った評価基準がある、いい絵写真に似てるみたいな、いやそっちじゃねえでしょって、自分の内面が大事でアートやってんじゃないですかみたいなことなんで、そうですよね、見失うんだよねっていうことがね一言で書いてあるわけです、一行で、でもうこれは僕もねうわっと思いました。もう読んだ瞬間、うわまた来た、また来た。まあまあ天才すぎて誰もはあの理解できない女性でもあったんですけど、長くね僕だけは分かってました。すごいな、昔から言ってると言ってましたもんね。まあ、そうなんです。でその高浜さんのところで僕はその芸術をやり始めたっていうのはもうすごくなんか面白く思ってたんですよ。ほらアトリエやらせてもらったじゃないですか。はいはいはい、ねえ、学習塾で算数と国語と英語とかじゃなかったわと。でいやそれはさ、だから今言った話そのもので、究極はアートがもともと目指してる人、いつでも人間って人類っていうのはなんか枠を作ったりこう仕組みを作っては窮屈になってアートで解放されみたいなことを繰り返してきてると思うんだけ ど、ね、例えばビートルズが挑発にしましたみたいな、それまで男子ってそんなことしないものだよ常識みたいなのがあったり、でも彼ら突破したみたいなこと、でそれやっぱアートってそれ繰り返してるから、その本当はいつでも手つけたいけど、やっぱり難しいね塾でそれやるの。なるほどね、まあ、たまたまその凛ちゃんっていう一人がいたから、じゃあやるかみたいな。普通ほら芸術というと本当にあれじゃないですか、こう美しい絵を描くように指導していくじゃないですか。そうね、これは褒められる、褒められる、似てる絵とか、ね、その芸大に通るような絵描くとかね、芸大の先生はもっと分かってると思うけど、そんなことぐらいは、でもなんか あるじゃん、ガタンみたいなのがあってさ、ある種の似たようなさ、なんか方向に行っちゃうと、そこ入んなきゃあんたもっと良かったのにみたいなこと、怒られてるよ、ね。いやでもガタンが悪いって言ってるわけじゃないですよ、ね、でもそのなんかある種のこうなんつうか似たような文化性を押し付けていくこう同調圧力のっていうのもどの世界にもあって、本当はもっともともとアートは常に自由だし、むしろこう拘束しようとしていく自分の内なるなんつうかこう同調圧力みたいな自分の中、それをこうバーンって払うためにいつもアートはあると思うんだけども、そういうのがそのスティームの言ってる A の意味だと思うし、さっきの質問のね、あの頃はだから自分はたまたま振り返ればすごくそこは自由でいられた人生だったなと思う、たまたまね、いや
本当僕と高浜さんが出会ってですよ、その進学校の中で、お互いに浪人して勉強もせずにこうやってた毎日っていうのはもうとにかく毎日毎日面白いことを考えていくと。それはですね、これじゃご存じない方はですね、ぜひ若杉の方に連絡してですね、俺たちジゴンスっていう小冊子がございますからもう見ていただければ、ね、はいはい、もう大体匂いはもう分かります。とにかくその毎日毎日面白いことを考えていく、それで自分の奥底にあるこうもう涙と鼻水が出るぐらい楽しいことをやるっていう、この突き詰めていくっていう、いうことはですね結局僕の人生も狂わせたわけですよ。うん、それでそう、うん、あの頃はね、昨日より絶対面白いことしなかったらもう死んだ方がマシみたいな、そういう感じだったもんね。そうそう、でその行為っていうのは結局僕が芸術デザインに結びつく、うん、行くきっかけになっとったですよね。もう何やっても面白くないですよ。あ、なんかこうお前はそんな中途半端なそれぐらいで甘んじていいのかっていうふうに、うん、心の奥底で高間さんが言うわけですよ。あ、若すぎって言って、そう、お前それでよかとうかと、うんうん、そうするといやこれじゃないこれじゃないっていうふうにこう突き詰められる、自分の中の何かを追い求めるっていうのがたまたま18でね、そう芸術だったんですよね。あ、でもその言い方はね、俺はその後もね、東京に行ってもね、はい、まあ、どっかの本には書いたけども、たまたま高田の場はクリエイティブクラブって言って、おうおうおう、全く同じ思想をずっと続けてたから、もう昨日より絶対面白いことやんなきゃみたいな、それが四流の意味なんだよ。なるほどね、うん、じゃあ大学をサボってたふりして芸術を続けてたということですね。まあそうよく言えばね、あ、まあ、だらしない息子です。なるほど、高山さんの人生は芸術的なアート的な活動ですね、どうやら。うん、来たか、来たか、それ来たか、そういきます。そうじゃなかですか、もうでも本当に、いや、なんかほら、高山さんの授業を垣間見るに、うん、その勉強じゃないですよね、うん、なんか、うん、あんま言うとね、こうで来てらっしゃる保護者の方を見てらっしゃる、学ぶ勉強もちゃんと教えております学ぶよ、間違いなくしっかり教えております急に態度が変わりますいやいやいや、そう、なんか勉強というものも全然進まないよ、もう全然進まないよ、もういやいや、でもね、本当そうなの、うん、究極もう俺はもうサマースクールって夏あれ今年やれなかったんだけど、はいはい、遊びほうけてる時間にもう連れてきてるわけ、なるほど、ね、今もう全部いろいろ準備されちゃうから、うん、でのためにもう11ヶ月勉強も伸びてますよってこう言い続けてるみたいな、うん、むしろそこに連れてきたいために、なるほど、あそこの核心の部分が一番大事だから、うん、っていうのを思ってますね、確かに、ね、今日4つぐらい項目が、はいはい、何でもどうぞ、先生、はい、どうぞ大丈夫です、大丈夫です、もう行き着かなくていい、大丈夫です、ね、全部が一つ、ちなみに酔っ払わないでこのテンションですから、ね、いや、すごいですね、ちょっと、ね、今2人で盛り上がってますけど、河野さん、どうですかね、どうですか、今日は河野さんは札幌の方にいるんですよね、ここにいます、ね、そうなんです、そしてまた今日この配信の感じもちょっとね、はい、まあ、なんかあれよね、やっぱりそのこんだけ離れてると、うん、楽しい空気が伝わってくる、難しい。でもね、暑さは同じですか、ね、そうですよね。でも、さっき高浜先生おっしゃってたことが、うん、やっぱり今、高校の教育自体がいい方向から変わろうとしてるなっていうのはすごい思ってるんです。で、うんうん、前回も、オープンキャンパスの時に高浜先生と若狭先生と、熊本高校の校長先生と話しても、やっぱり、高校自体の教育が変わっていかなきゃいけないみたいな感じもあったと思いますし、でもそこに、やっぱり、なんか美大の本質っていうか、美術大学がやった、武蔵野美術大学90年ですけど、うん、その歴史が培ってきた力は、確実に生きるなっていうのは、感じてるんです。ただ、どう生かすかがすごく難しいっていうのも、同じぐらい感じていて、やっぱりそれをこう、まあ、こう、試していかないとわからないと思うんですよね。こう、いろんなところに、僕は最近、こう、美大を溶かしたいってちょっと言い始めたんですけど、溶かして入れて、いい反応をしたら、買ってほしいなったり、なんかこう、水と油みたいになっちゃったら、スッて引くっていうようなことをやっていきたいなっていうのはちょっと思っています。すごいですよ。いや、本当に僕もいろいろな高校
に行ってですね、高校生と話すことが多いんですけども、やっぱり高校生もモヤモヤしてるんですよね。果たしてその文系理系っていうようなことをその偏差値に合わせていくっていうこう矛盾をなんかモヤ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 してるんだけど、もう時間も限りがあるからどう選ばなきゃいけないし、勉強もしなきゃいけないしってね、まあ追い込まれちゃうんだよね。そうなんですよね。それで そこにほらな、僕らみたいななんか何者ですかみたいな、人種がデザイン芸術を引っ提げていくわけですよ。そしたらですよ、今までその文系理系芸術系っていうような、あのものから、あそういうようなラインもあったのねみたいなこう気づきが、あの高校生の中にこう目覚めていくっていうのは感じましてですね、もっともっとなんかこうそういうことをこう自分の人生を迫られる前に教えていきたいなっていうか伝えていきたいなという気はありますよね。そうね、だから大学が分かれてるっていうより、その必ずその芸術的思考は一回通過してこう選択していけばいいと思うんだよね。そうですよね、まあ、そういう一言で言うと、本当自分の内なる何が本当に関心で、自分が何に一番心が動くかみたいなことをこう見定めるっていうか、ね、でそれがすごく重要だと思う。その何て言うんでしょうね、その自分の好きなことをやるっていうことに対してすごく怖さを子どもたちが持っていて、でうかつにそんなこと言うと不良とかちょっと道外れたとかっていうふうな感じになるじゃないですか。まあね、でもだいぶ最近目覚めてきたとは思う感じもするけどね、あるこう二極化してるっていうか、こっちはもう本当にこれじゃダメだなっていうの分かってるし、今みたいな大人がいろいろ言ってくれる人も増えてもきてるから、なんかそういい人生を選ぼうとしてる人も増えたなみたいな。なるほどね、どうですか。いや、あのね、あのタミちゃんは小学校の、あ、そうですね、まあ、一応息子がいて子育てしてますけど、って結構初めてかもしれないですね、まあ、でもやっぱりちょっとこういろいろ分かってきてるけど、やっぱりいろいろやりたいのの、その狭間、その先生がさっきおっしゃってたいっぱい遊んだらいいんだけど、そのすごく急いでる時にやっぱり散らかしてなんだみたいな、それお母さんの気持ちも分かるし、子供の気持ちもすごくよく分かるしっていうところの部分もなんかケアできたりすると、まあ、お母さんたちはだから心の部分だけ見ていけばいいと思うんだよね。それもちろん終わったら片付けるとかね、それはもう繰り返すんだけど、ちっちゃい頃は特に、そうですね、まあ、思い出として美しいぐらいで、でもどっちにしろその何度も言って片付けてこらーとか言いながらも、この子は目が光ってんな、起きてる間中みたいなね、それさえ見てくれてればいいっていうか、そうですね、目がレッドになった時間がないようにしてほしいっていう。そうですね、いやすごくなんか考えさせられちゃいましたし、自分自身が、まあ、20年ぐらい前、ちょっと学生時代になるんですけど、選択するのが2つでしたよね、本当に。国語か、でも文系か理系か、みたいな。それで今なんでコーヒー入れてんだろうなっていうところにもなるのは、まあまあいろいろ通ってきたから今わかることだなと思いますけど、逆に今、まあ、ある程度社会って仕組みが必要だからこういろいろこう作っちゃうんだけど、だからその確信真の部分だけ見失わずに生きていれば、何どんな社会だって楽しめると思うんだよね。だからその社会が悪いとかじゃなくて、その自分、一言で言えば自分を見失うなっていう話だから、こう言ってるの、それが見失っちゃうんだなみんなっていうのが、こうさっきの社会観察によって、その転職したいけど、その何したいか分かんないって、いやあなたそもそも何のために転職したいの、であなた何したいのかもう言えないみたいな、こうもう瞑想っていうかね、になっちゃうみたいな。だけどその何でしょうね、その自分が何をしたいか分かるのに結構時間かかるじゃないですか。これがね、この間ね、たまたま今月後に俺帰ったんだけど、あの毎月の高間コラムって言ってね、それだけどたまたま、もうそれはまたそのいかにもこう若者らしいアイドルだったチューリップって私のバンドがいて、知ってるでしょ、チューリップ。チューリップ知ってました。心の旅の、それ大好きだったから、まあ、聞いてた時期があって、あの頃はね、流行ったもんね、中高生の時に、その時にね、あのね、心を開いてって言ったからね、君の人生を見つめてごらんっていう歌で、で君はやりたいことをやっているかなって歌うわけ、それでシンプルだけどさ、意外とすごいギクッとする大人多いだろうなみたいな、ね、本当本当、でね、人生に迷って苦しい時とか、迷いのこう混沌の中に入っちゃったら何すればいいかっていうとね、思い出そう
目を閉じて幼い頃の澄み切った世界をっていう歌なのね、うん、そのね、幼い頃の澄み切った世界を思い出せる感覚さえあればいいっていうことなんだけど、その頃はね、なんつうか偉そうに分かった高校生だったから、まあまあありがちな歌詞ですよなみたいな思ってたんだけどで今この還暦を過ぎて思うと、むちゃくちゃこう若者が重要なこう深いこと言ってんじゃんみたいな、子供の頃さっき の、 その新聞紙の話がそれで、ああ新聞だやったーって思う自分を見失わなきゃもう何でも楽しいはずなのに、うん、なんかこうこっちの方が給料ちょっと高いって、うん、こっちの方が少し待遇がいいみたいな、なんかそういう選び方しちゃう、うん、なるほどね、うん、そのだから そこのところは大事みたいな、なんかそういうこうランキングにハマった時点でもう誰かの人生にハマってますもんね、ハマってるだけなのよ、うん、その仕事としてそれを選ぶってことあったとしても自分を見失うなっていう話の一言がその幼かった頃の澄み切った世界よっていうことで、澄み切った時ってね、何かって本当お前何が嬉しいのそれみたいなことをこうなんかこう繰り返してずっとやってるみたいな、お前何が嬉しいのとかね、この間なんか授業始まって1回目ってさ、もうこれだと思ったら年長さんとかさ入ってくるじゃないですか、なんか本当誰に何言われるのも一人でよろよろよろしてさ、うん、それをさ自分で笑ってるわけ、うん、危ない親父だよね大人だったら、危ないだけどあいつはそのよろよろ歩きが楽しくて仕方ないみたいな、うん、これが澄み切った世界です、なるほど、本当に俺これが面白いんだもんってやつ、うんうん、これを失わなければねもう本当にハッピーになれるんだけどな、うん、っていうのが本来アート教育とかが目指すべき、そうですよね、綺麗な絵とかじゃなくて、うん、関係ないですもんね、うん、自分の中に潜んでるもう意味不明なものに向かっていく、うん、力ですからね、うん、そうそう、だからある意味怖いんですよ、うん、行けば行くほど誰もおらんようになるわけです、誰もおらん果てに出会うわけですよ、うんうん、そう、ああもう生きててよかったあんた、あ俺は若すぎを救ったわけだね、若い名前言ってですからいや本当そうですよ、うわおったもうこの、うん、なんか暗闇の向こうになんかぼーっと立ってる人が真っ白な お尻出してみたいな感じですよね、あ俺は出したことないけどそうですか、いやいやそんな感じだからなんかそうい う、 こう共鳴の仕方っていうのが、うん、あるなと思うんですよね、うん、そうそう、それはもう脈々とあって、うん、やっぱ面白い人って一言で言えばそういう人だし、うん、あとは別に傍から見てその面白いか面白くないかどうでもよくて、そうそうそう、自分が自分の心に嘘をついてないっていうことだけが大事だから、うん、そうですよね、うん、高浜さんはその自分の学習塾の中でやっぱその学びとか教育とかどういう、 こう信念でやられてるんですか、信念、うん、いや、まあその、まあ、一言で言うとこう土台みたいな力があって、うんうん、あとこう強みみたいな、うん、もうそこを自分の力として生きていくぞみたいな、うんうんうん、土台の部分っていうのは、うん、本当に字を書けるとか、あなるほど、ね、計算が普通にはできるとか、うん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 、挨拶できるとか、うん、遅刻せずに来るみたいな、うんうん、基盤みたいなのはある程度しつけとかちゃんと言わなきゃいけないものみたいなのあるんだけど、あの満喫して生きていく力っていうのはその掘り下げる集中力だったり、掘り下げる集中力、あとねやっぱりやり遂げる力、これはまた別の集中力、維持する力、まあいわゆるグリッドって言われるやり遂げる力みたいな、ぐわーいっちゃう力とずっとやれちゃうみたいなこととかも、だって楽しいことって疲れなかったじゃん、小さい頃もう起きてる間中やってあとバタッと寝るみたいな、うん、ああい う、 こう形のこうやりずっとやり遂げるとか、 あとはねやっぱ振れ幅みたいな、経験の振れ幅みたいなのがやっぱり大事で、経験の振れ幅ですか、でやっぱ大自然の中で育つに限るわけ、なぜかというと大自然っていうのはもうあのなんてうのたかが人間が準備したね、まあ、なんとかランドみたいなところで怒られるけど、そういうことその要するにカチャッと貯めてギャー楽しかったみたいな、うんうん、でそれも楽しいことなんだけど、あのサービス業としては、ね、お手本になるところなんだけど、我が子を伸ばしたければもう何にもない川とか何にもない野原にも放てと、うん、そうするとね必ず子供たちは何かに心を奪われてですよ、ずっと遊んでるんだよ、うん、でその時間が一番、あ枝拾ったこの形すげえみたいな、でなんかもう話したくなくてずっと枝持って生きてるみたいな、うん、このその日はでその感じ、 あとはその蜘蛛の巣こうやってなんかウェーみたいなこうやったりとかさ、あの、まあ、前も言ったかもしれないですけど、カニカニカニみたいな、そのカニ見つけてカニ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 みたいな、
いや、いるでしょ、カニぐらいの海だったら。だけど、子供は見つけた時からもう心を奪って、うわー、カニカニカニって行くわけ。この心を奪い続けるものがもう山ほどあるから、自然の中って。あと危険にも満ちてるからいいっていう、うん、危ないっていうこと、生きるっていう危ないことと常に付き合わなきゃいけないから、でそういうのが自然の中ってやっぱり毒蛇がいたり、ここから最後ゴラッと落ちちゃったらもう危ないとかね、いろんな意味でね、うんうん、それは物理的な意味とかその医学的な意味とか全部入ってるんだけども、その危ないっていうことへの感性みたいなのもやっぱ自然に放って自分の力で身に怪我をしながらしか身につかないから、今転ばぬ先の杖をね、社会も転ばぬ先の杖、お母さんも転ばぬ本当ですよね、全部やってもらってて、で挙句に受験して、これ与えられた、これどこに入ってよかったねって言われてるけど、であなたはどこみたいな、だいぶ前にどっか捨ててきましたね、あなたっていうことをみたいなことが起こってるわけね。だからそういうのをちゃんと自分を持ってる子供を育てたいと思ってるわけ。なるほど、やっぱ面白いことって自分で考えるのが一番面白いですもんね。そう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 、本当そう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 、うんうん、もうなんか与えられたものを解くだけが一番面白くないですよね。面白くないですよね、うん、本当にそうなんです。だから自分でこう胸の中にあるものに向かって、うん、何でもいいけど、今日はこの節目を数え始めて 1,2,3,4 とか、うん、こだわったらこうずっととか、そういうこう常に起こるじゃん、なんか関心っていうのは自分の中に、うん、その自分の面白いがり方を身につければ、もうどう転んだってずっと楽しいみたいな。面白がり方ですな、うん、そう、あこうやって楽しんでいけばいいんだなみたいな、まあ、この夏目漱石の本なんかもそういうの書いてあるけどね、うん、その面白がある気持ちというか、その癖というか、もう、うん、そういうものを身につけると風が吹いても面白い。そう、風が、いやそれはね、障害の子供を見て学んだんでね、うん、あこの子はもう風吹くだけで楽しいんだなみたいな、うん、そう、何かちょっとね、2歳4歳ぐらいの時に、まあ、それうちの子の話だけど、こう散歩ついてきてね、ヒャーって言う出す瞬間があるわけ。それって要するに強い風が吹いた時だってこと。しかも風に向かってだって面白がってるみたいな。はためにはちょっとね、変って言われるかもしれないけど、でも本人はもう満喫してて目はギラギラ輝いてるわけ。なるほど、本人は幸せなんだ。それを普通は人目とかね、やっぱり比べるとかね、うん、人と比べることとか落とし穴その1だったり、人目を気にするみたいなこと、うん、その2だったりとか、うん、あとはランキング表とかやっぱ弱いとか、弱い、だからそういうようないくつか弱点がありまして、うん、そこでいや俺これだからって言っていければいいんだけどね、うんうん、なかなかそれ、そういう社会の中でそういうふうにこう育て上げるっていうか、育つの難しかですもんね。うん、だからなんかいろんなあってね、そのまさに幼児期の家庭ごとどういうふうにやるかっていうのもやってるし、うんうん、あとやっぱ青年期にやっぱ哲学しなくなってるっていうのがでかいと思う。哲学をしなくなる、もう一浪したら終わりみたいな感じで、ツーってこういけちゃうみたいな、まあ、いけちゃうからいいあれってわけじゃなくて、ね、なんていうかな、立ち止まる、例えばある民族はそのもう1年2年は18、19になったら世界を一人で旅してこいっていう時間を取ってるわけ。おう、もう言っていいと思う、これユダヤ人ですね。おう、で彼らはもう分かってて、そう、本当に育つって教育こそがもう我々の生きる道だって分かってるから、もうちっちゃい頃の教育なんかもね、もうほぼ全部理想的なの、こっちから見ると。教育を学んだ人間です、もうすごいやる気から育てるし、集中力育てるし、で青年期になったら社会と折り合いをつけていく時っていうのは、その枠組みがあるけど、どう理解して、ね、自分がどう楽しく生きるかって哲学なきゃいけないから、哲学をさせる時間を作ってるんです。なるほど、でその少し人から見るともたついてるふうに見えるかもしれないけど、生きるって何だろうみたいなのを考えて、結婚って必要とかね、友達って必要ですかねみたいな、うん、で別に俺は自分一人で魚釣って食っていけんだけど、それなんで稼がなきゃいけないですかねみたいなこととかね、うんうんうん、そういうこう哲学を自分なりにし続けると、こうあと枠ができてきて、うんうん、その自分なりの生き方っていうことができると思うんだけど、それがやっぱりやれてなくて、借り物の褒められることばっかりやってると見失うなみたいなことですかね。いや、本当そうですよね、うん、あの芸術なんて、あの別にそうですけども、褒められようと思って作って悪いわけじゃないですよね。これですよ、これ、そうね、何書いたのがスタート地なんです、うん、何書いたのじゃないと、うんうん、何書いたのと言った私はダメってあんまり責めすぎなくていいんですよ、うん、そうじゃなくて、これ落とし穴部分なんで、親としてついやっちゃうよねっていうことが書いてある。
でそこからこう、ああいい絵を描くと、キリンさんに似てる絵を描くと褒められるなみたいな、その褒められるとこ基準でやり始めちゃうと自分を見失って、これだけどこの、リンちゃんのこの大人のための6つの約束の中で、僕は何て言うんでしょう、あの時間が来たら終わりですってあの書いてないの、これはそれも深いのよね。いや、何ですか、いや本当ボケっと聞いてるとね、もう全然意味わかんないから、うん、何言ってるのこの人みたいな、そんな簡単な話みたいな、うん、普通ほら時間があるけどもっと続けたいみたいなことをパーンと切るっていう、その哲学的な意味があるじゃないですか。大人のための6つの約束を僕は朗読しますよ。はい、読んでください。1、できる限り手を出さない、うん、2、作業に没頭しているときは声をかけない、うん、ほら来たね、これ来た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 。3番、上手だねを使わず認めると、うん、これ結構深いんですよこれ、うん、認めるっていうことはすごい人間はね求めるんですよ、ね、そうです、生きてるということは誰かに認めてほしいっていうのが本質だから。本当そうですよね。でも上手だねを褒めちゃうとなんか上手基準のことも出ちゃう、スキルになりますよね、うん、その人じゃないですよね、うんうん、なんか声聞こえないぐらい一生懸命書いてたねみたいのはいいよ。あ、その熱中でこれは何と言わない、さっき言いましたね、うん、自分の価値観を押し付けないと、うん、僕はもう親やりまくってますこれ、うんうん、で入試なんか絡んじゃったらもういよいよだけどね、うんうんうん、で6番、あなた自身も自分はどうしたいのかに向き合い続けてください。ほら出ました、やばいやばいよこれ、やばい、いやこれほとんどね、まあ、この間も出したかもしれないけど、その HUC っていうそのお母さんたちの集まりがあって、はい、私がお母さんはつながらないと思う、はい、どんどん不安定になっていくし、心配でもうわーってなっちゃうし、イライラしちゃうしね、うん、言い過ぎたなと思いながらごめんねって寝顔に謝るみたいになっちゃうから、うん、何が大事かというと、どんどんつながりましょうっていうのを言ったら、つながってくれた人たちがいて、で、うん、そこがなんでこんなうまくいったんだろうっていう、もう間違いなくこれがどんどんもうあの有名になってくる決まってるやつらのやつって人たちなんだけど、うん、その後が何を大事にしてるかっていうと、その誰も否定しないっていう神ルールが一つあるし、それってどういうことかっていうと、あのお母さんたちがじゃあ卓球のサークルを作りましょう、登山のサークルを作りましょうみたいな、こうお料理の集まりやろうって言うじゃん、はい、だけどこうね、本当面白いね、社会学的に見てね、もう必ずねあの人常識ないよねとか誰かをこういびり潰し出すんですよ、うんうんうん、これもう絶対なの、相当できた人たち、つまりなんか本質的にそういうところあるのを、この神ルールは絶対否定しないっていうことだけを守るだけでもすごくうまく、で例えばシングルの人もいるし、あのバリキャリの人もいるし、専業主婦で楽しい人もそれぞれなわけ、ところがね、その人自分と対そのなんていうか境遇が違う人の話ってなんかイラッとしたりするわけ、うん、聞いてると、うん、いいわねあんたみたいなこう言いたくなるのを、うん、あの絶対否定しない、うん、もっと言うと、あの受け入れはしなくていいけど受け止めようと、うん、あそういうことを言いたいんだなっていうのを全員で受け止めるまでは全員でやる、うん、だから要するにね、でそのもう一つ言いたかったのは、そこのそれがすごいなと思って拍手してたら、この間そのトップの人とお話しした夏美久さんって人なんだけど、言ってたのが、あのまずセルフなんだと、お母さん自身が本当に何が楽しいかっていうところを突き止めるところにしっかり時間作って、もうこれそうだよ、子供に言う前にあんた本当に自分はこれが楽しいっていうことを言えますかっていうことをね、うん、そこを見失ったまま子育てしてやってると、なるほど、ね、どんどん比べる子育てばっかりやらされるのよ、自信なくなっちゃうから。なるほどね、うん、すごい、きっとね、まあはい、このコメントがね、今日もまたちょっと間挟みましたけどね、コメントをいただいてます、たくさん、はい、ありがとうございます。質問をね、はい、受けたりとか、どうぞ何でもどうぞ。で、あの子育てされてる方も見ているので、すっごく響いていると思う、私も含めてだと思っていますが、お一人質問、都会の与えられるだけの環境で幼い頃の澄み切った世界はドギャンと次元したらよかですか。これはあの方言入ってますよ。いやどこにいたってできるんだよ、うん、大人の澄み切った、例えば子供にとっての自然っていうのは、うん、本当にその辺のちっちゃい声で下手らするともうあの1畳ぐらいの庭だとしてもね、うん、もうダンゴムシいたとか、はい、木の田舎通り、うん、鳥の糞が落ちてるとか、うん、蚊がいて描かれたとか、はい、もう実は大自然で、うんうん、シンプルなところで言うと、
どこにでも近くに公園があると思うけども、まあ、街路樹でもいいけど、ただ一本の木を1年間追い続けるだけでもう発見だらけだから、また葉っぱが大きくなってきて、また緑がふくわくなってきたとかね、あのセミがついたとかね、あ葉っぱ落ちてきたとか、例えばそういうのでももう十分味わえるし、うん、まあ、できれば夏とか時間があるときはそういう、こう放し飼い的に行ってほしいなと思いますよね、うんうん、いやもうすごい小さなことで、若杉さんにもって、はい、あの、はい、今の同じ質問ですね。いやいや都会で、いやいやいや、ね、都会はね、なんかね、うん、逆にその自然はそう限られてますけども、はい、街の変なことがいっぱいあるんですよ。そうですね、若杉先生はたまに変な写真っておっしゃってますね、なんか撮ってますもんね、うん、変な写真じゃありませんね、うんうん、あの なんていうでしょう、えこんな隙間にこんな無理して生えた草があるわとかね、そうそうですね、なんであんなところに扉がついとるんやろうとか ね、うん、あね、うん、なんかその不思議なポイントがいっぱいあるんですよね。だからなんかこ もう歩くためにうわっと思いながらこう、うん、はい、歩くんですけども、だ そういうこうなんかこう楽しみポイントって、東京もたくさんあるだけど、それをくだらないとかつまらないとかいつもの通りだと思わずに、うん、こうその楽しみ方をどう子どもたちにね、そうそうそう、ね、それ俺さっき途中で言ったその楽しみ方がまさにそれで、うんうんうん、不思議をこう絶対見失わないっていうか、こうなんでだろうっていうのはみんな思ってるはずなんだけど、うんうんうん、こんなもんと思って生きてる、うんうん、それこんなもんじゃなくって、うん、なんでこんなとこ扉ついてるのかなとか、こういう仮説を立ててね、うん、あきっともともとこっちにビルを作ってつなげるはずだったけどダメになっちゃったんだなとかそういろんな理由が思いつくの、ね、あらそう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 、多分途中でお金なくなっちゃったのかな、そう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 、なんかそのいくつかシナリオが立てますよね、想像できるし、うんうん、いやそれはそう不思議っていうことに対するアンテナっていうのはもうめちゃくちゃ重要で、やっぱり、うん、そのアイデアみたいなのも全部そういうとこから出てくるし、うん、なんでっていうのを大事にするみたいな、うんうんうん、例えばうち私の個人的なことで言うと、その見過ぎよすぎで塾の先生とかやって予備校の先生とかやってたところに、その補助線を引いたらこう解けますよっていう解説をこう有名な先生みんなやってくれるんだけど、いや補助線が浮かばないんですけど僕って浮かばない僕の補助線が浮かばない僕のことをどうにかしてくださいって思ってたわけ、それが今の引っかかりよ、そこをみんな流すんだけど、俺はそっごいこだわったわけ、なんでそのこと誰も言わないの、だからそれは一つの花丸学習会で塾につながった、なるほどね、うん、んっていうのをこう、うん、そうそう流さない、そうそう絶対絶対、いやあの、ね、うん、あの俺あのこうちょっと暑苦しい顔してるじゃないですか、そうだね、うんうん、そうするとですね、あの電車とかバスとか乗るとですね、ちっちゃい子供が口開けて僕の顔を見てるんですよ、こうやってね、あそれでそれこっちが困るぐらいですよ、ちょっとまずいなみたいな、うん、お母さんがあんたやめなさいとかって、あの気持ちですよ、うん、あの気持ち、この人はどうしたらあんな黒い顔になってるんだろうかみたいなね、そういう気持ちは僕はあると思う、うん、どの子供にも子供はね、うん、でもね、あの本質的に変なものにやっぱり引きつけられるから、お互い様ですよ、なんでこんな生き物がいるのかな人間かなって人間かなって思う、だから多分ね、うん、そういうこうこうあのセンスはみんな備わってるよね、うん、気がするんですよ ね、 ですね、で環境じゃないような気がするし、うん、だけどその自然みんな持ってる、みんな持ってる、絶対みんな持ってる、うんうん、いやもういいですよってみんな持っててって宣言してほしいぐらい、今日ね持ってますよ、持ってますよ、いやだからさっき言った幼い頃に戻ればっていう話はそれで、うん、ちっちゃい頃はみんなそうやって生きてたはずなのに、うん、やっぱり小3小4あたりから人目がすごく気になりだすし、うんうん、比較するものがいっぱい出てくるし、入試みたいなことが出てくる中で、あと補欠か選手になれるかなれないって書いてあるけど、こう比較みたいな、うん、あらゆる場面で出てきちゃうところでどんどん見失うっていう、なるほどね、やりたいから野球やってるんでそれでいいんですって思えればいいんだけど、そうそうそうやりたいからそうだな、もう本当あの興味と関心で生きていく、そうそうそう本当にそう、興味と関心で生きていく、40手前になった私にも響いてますからね、もうものすごい、ものすごい、どうしようね、河野さん。じゃあもう、なんかね、うん、いいですね、いい。そしてね、いいかなって思って、なんか一視聴者みたいになってる。いやもう、背景変わってんの、2人見てますよ。いや、分かってますよ。もうなんかね、さっきの、
さっきのはずっと今この数日の仕事の背景をたまに出てて、で一昨日かな、笹生先生と函館のちょっと外れたところにあるかなり大きな製材所に行ってたんですよ。で、まあ、それは最終的にはなんか学科で産学とかやりたいねというか、まあ、もうちょっと大きな話として町と林業とみたいな話のきっかけになったんですけど、やっぱね、ここ見学行って多分一番興奮してたのが僕で、これなんか、なんだっけな、なんか破片を砕いて、ずっとこれ僕ね、動画で撮ってたんですよ、一人。はまんなくて、こういうのが。わかるわかる。それは分かる。ここに上がってきますよって言われて、半年した格好してたから、ちょっと上がれなかったんですね。いました、ここにもやっぱり、うん、今だったら飛び込んどきゃよかったなと思って。ね、やっぱ大事ですね、うん、本当に関心、興味、関心。しかも工場行くとね、すごいワクワクするワクワクを大切にしてほしいと思う。例えば一つで今思い出したら全然関係ないけど、仕事の選び方みたいなのもなんかランキングだったり給料だったりじゃない、うん、でこの間なんかたまたまちょっとヒットしてるらしいんだけど、その土木作業をこうずっと写真集撮ってる人がいて、トンネルの掘る、はいはい、一連の作業とか、はい、それがめちゃくちゃかっこいいわけ、うんうん、こう穴掘ってく感じとかね、うんうん、でああいうのをどんどん子どもたちに伝えるといいと思う。で、それ各仕事が何が面白いのかって、うん、そこはやっぱりこう見えないから、だから土木とか面白いよねみたいな、ね、見てて、うん、だってできていくわけじゃん形が。そりゃね、だって俺はここのトンネル掘ったからって言って生きていくわけじゃん、うん、ずっとその人って。そういう良さがあるよね。建築とかも絶対面白いし、ね、面白い、面白いですよ、うん、もうその山で木切る、うん、人たちのやっぱり、作業を子どもたちに見せに行くともうヒーローですよ。バーンって倒れるわけですよ。もうこの隙間にスパーッと落とすわけですよ。それを見るともう大拍手ですよね、子どもたち。そういうこう本当の社会の一面になかなかこう触れる場面ことがないんですよね。前はほらもう町中リアルだったじゃないですか。町中、もう魚屋の親父、八百屋の親父、その大工、はい、そういうこう、その場面をね、うん、どうやってこう伝えていくかっていうのね、うん、本当思う。でもね、職業のあれ、うん、これみたいなのって知りたいですよね、うんうん、だからその13歳のハローワークがその最初の入り口にはなってるけど、ね、もっと踏み込んで、うん、なんていうか熱いその木の切る人がね、うん、もう倒し出したからやめらんねえからみたいな。もう見た今の倒れ方みたいな、スプーンというスプーンのおじさんをいっぱい見せたよ。あ、そうですね、各職業の、うんうん、そうですね、そういう意味ですごい医者の良さを言ってくれて、うん、あーなりてーみたいな、俺もあー切りてーみたいな、切りたいとなれば医者になったりもいいと思うんだけど、うん、あ、そのなんつうのかな、さっき言ったランキング表で選ばされてるわけ。なるほどね。いやでも特にこの世の中になってね、はい、うん、はい、うん、久々にこういうところ見に行って、うん、なんかこう子供の頃のワクワクを思い出したっていう、まあ、本当に、大学とかまでね、今やっぱりこう、さっきの話じゃないですけど、うん、入試とか、受験とかでこう、確率的な教育の中にいると思うんですけど、そこをもう一回こう、気づく、なんか働く楽しさみたいなのを、うん、こういうところ行くと気づく、思い出すんだなって、で、また、全然ね、そこで働いている人たちと話をすることでお互い全く違うことを思うんだなっていう。そう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 、そうなんですよね。そうなんですよ。だからほら、そういうこう現場の人たちっていうのは、その自分が語ったことをその河野さんたちがいやーすげーって興奮してもらうことでまた学ぶんですよね。あ、俺ってひょっとしたら、うん、いけてるかもしれんみたいなね、うんうん、そういう発見があるんですよ。この写真とかもうワクワクするもんね、うん、ちょっと右側の人舐めた感じですね、写真ね、うん、これ買いたいねっていう、この工場ごと買いたいっていうこと、工場ごと買いたい、いやでも子供、少年は絶対もうね、うん、もうこの雰囲気だけでうわーみたいな、例えば行った時に我々のこのワクワクした感覚を向こうの人も受け入れてくれって言った時にあるんですよね、うん、だから今回やっぱすごいなと思ったのは、ちょっとこう
とてもとても感動したのは、向こう側にも我々並みに変なことを考えている人たちが普通にいると。そこがこうぶつかり合った時にとんでもないことが起こるんじゃないかっていうのを、まあ、本当に数日で思ったなと思って。なるほどね。で、そういうこう、まあ、うちの学生も含めてそういうこう社会の現場にたくさん送り込んでいきたいですよね。こう多分この製材所の方々は自分たちがやってることは、まあ、日常ですよね。うん、で、我々がこう、まあ、美術大学というところから行って、とんでもないことを思いついたりして、そうそうそう。聞いてくれたときに、やっぱりすごいこう、なんだろう、課題というか、考えてもなかった課題が見えてくるんだろうなっていうのを思っていて、そうですね。で、まあ、それをこう、まあ、我々は職員教員みたいな感じになっちゃってますけど、この学生が行くことで気づくとか、うん、まあ、うちの学生、まあ、ウサビじゃなく、まあ、美術を学んだ、美術に向き合ってる学生が、それぞれの地方に行って、もう本当にこう、この産業では思いつかないようなことを一緒に考えていくみたいなことが起きると、またもう、地域の働き方自体が大きく変わってくる、まあ、産業の構造自体が変わってくるんじゃないのかな、みたいなことを、ぼんやり思っていて、だから時間はかかるんだろうなとは思ってるんですけど、もしやってみたいなっていうのは思い始めます。いや、学生がですね、うちの学生がですよ、うん、ほら、この大学卒業したら、どこに勤められるんですかみたいな話で、うん、いや、あそこの大企業に行きますとかって話があるんですけど、うん、やればやるほど自分で仕事をやり始めるんですよ、うん、で仕事を作り出していくんですよね、うん、だから僕はその仕事っていうのもその決まってる形ではなくて、自分たちで社会に必要なものを作っていくっていうような、うんうん、もう領域がこれからますます増えていくんじゃないかというふうに思うんですよね、うんうん、だから仕事はあるもんじゃなくて作るもんだと、うんうん、まあ、要するに人のラックというか、その欠落したところを埋めていくみたいな、そうですよね、ニーズをこう見つけてはこうそこを埋めたら感謝されてお金もらえる、ね、そう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 、まあ、そういうことですもんね、うんうん、すごいね、残りももうわずかにね、今までの倍取ったけどもういい時間、そうなんです、もうあと4分とかね、そのくらいなんですけど、もうそうですか、私地味にこれ YouTube も今日はねちゃんとチェックしてまして、ちょっとこれ本当にもう高浜先生に、はい、結構ダイレクトな質問で、何でもどうぞ、はい、5歳になる娘さんをお持ちの親御さんです、はい、気を使って遊んだり勉強したり苦手なお野菜を食べたりします、うん、私実は好きなんだよねみたいな感じですと、本当は嫌いで食べたくないのに親に気を使ってるように見えるのですが、普段の接し方が悪いのでしょうか、思い過ごしなんでしょうかという親御さんからのね、なるほど、それはね、うん、もうお母さんを抱きしめてあげて、分かる分かる、あんた頑張ってるよお母さんとしてで終わりみたいな話で、何にも間違ってもないし、何も間違ってない、ただその気にしてることは気にしてると思うけど、このお母さんを例えば喜ばせようとしてるわけじゃん、それは、うん、優しい気持ちなのよ、うん、それはね基本ね、ね、でまあ、変な話、そこ出て外の幼稚園とか小学校とか社会で、きちんと振る舞えてれば、うん、まあ、そこはもうこのユニットの時には向こうが私をこうよしよししてくれてんだなみたいな感じだと思って、うんうん、そうですね、いいかなっていう、であとはね、やっぱりこれ聞いてもね、分かんない人分かんないと思うけど、基本お母さんって心配を発掘する生き物なのね、心配を把握する、うん、そう、探す、確かに探します、すごくうまくいってんのに、うん、ここが心配なんですよ、それちょっと分かる気がする、そう、なんか食べなきゃ食べないで、うん、何にも食べられないんですうちの子って言ってるし食べたら食べたで、なんか私のためになんか食べてるんじゃないですか分かる気がするもう、ね、どんな見方でもしてでもなんか心配を発掘する、うんうん、ちょっとネガティブ寄りですよね、そう、いや、そういうものなんだよお母さんって、うん、私は最初花丸始めた時それにびっくりしました、これ切れねえじゃんと思って、これ、うん、もうこっち初めて初心者だから一生懸命答えを言ってたわけ、うん、お母さんの質問で、うん、こうやったこれでいいですよって言って、うん、あ、そっか、でもっていうのが次に出てくる、うん、もうなんかワンコそばみたいに、もうワンコそばみたいに無尽蔵に心配する、切れねえじゃんって思って、うん、で、あ、分かった、お母さんってこんこんと泉のように心配が出てくるという生き物なのだなという、はあ、で今の質問への答えはですね、もう たくさんつながりを作って聞いてもらうっていうことで絶対解決します。そうですね。いや、ありがとうございます、はい、本当に質問回答いきました、はい、はい、
ね、これどうしましょうね。いやもう話は尽きないんですよ ね。なので続編でしょ、うん、これはね、まあ、続編、はい、続編、まあ、今日はですね、あの本当にその学びと芸術そうですね、アートについて、うん、まあ、語ってきたんですけども、ね、もう本当そうですよ、語ってきたんですけど、こちらの本、ね、さっきあのタイトルも、はい、コメント本に流しました、ね、これは別に僕は本当ね、あの買ってほしいっていう意味でもう言ってますけど、そうじゃなくて本当に弱いんですよこれ、うん、なかなかこれだけ削られたシンプルな真理だけど、聖書みたいな感じ、いや本当ですよ、うん、僕もこれ読みましたし、ワークショップ参加したいんですけども、しました私も、あのね、なんか20歳ぐらいの、18歳とか20歳ぐらいの女子に、うん、若杉さんはこういうものを作ったんですねって言われると、なんかドキドキするぐらい嬉しかった、うん、それぐらいその芸術が持ってる力っていうのは、その自分の内面をさらけ出すし、こうそういうことを感じてくれるという唯一のなんかこう、ツールのような気がしてですね、そういう、こう学びをぜひこう もっと社会の中に、そうですね、ね、そうですね、出したいと、まあ、こんなことも思ったりもしてるんですけども、時間ですね、時間ですね、時間ですね、じゃあこんなところで、ね、はい、トークの方は終わりにいたしまして、はい、さあ次は、はい、はい、次はですね、高浜先生率いる、カリンバの皆さんの演奏、はい、ね、はい、バンド演奏になりますけれども、はい、はい、準備お願いします、はい、お願いしますね、これどうでしたか今日は。これあれですね、今日からあのバンド演奏にするために、この3人が反省会をするっていうのが、そうなんですよ、これコメントね、あの視聴してる方々はね、うん、今までこれこのつなぎがどんなもんやみたいなね感じもあったので、3人でちょっと今日そうですね、反省じゃないですけど、うん、ね、これはまあ暑かったですね、また話が、ね、いや本当あの高浜さんとはね、うん、その高校時代から、はい、そのまあ、面白いことばっかりやって、うん、まあ、生きてきて、でそれがその体に染みついて、うん、それがやめられなくなったわけですよね。そうですね。だけどそれが、うん、それがないと生きていけないっていうことをお互いにこうやってきたわけですけども、うん、その行為が実はもう、うん、芸術アート的な生き方だったんだなって、今日は本当に思いましてですね、いやすごい、なんかね、河野さんすごいとしか言えないですよね、私たちすごい偉大なお二人の背中を今日は見せてもらった感じしましたけどね。そうね、すごいんだけど、こうモノマネ真似できないじゃないですか、うん、オンリーワンですね、真似する人はないと思って、うん、ないない、なんていうのかな、やっぱり高杉さん、高浜先生のこう生き方っていうか、その本質に何があるんだろうなと思う、うん、多分みんなが持ってるんだろうなって、そう、 あとやっぱりそのね、そのワクワクとか楽しいって結構すごい抽象的に見られやすいけど、うん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 、それいいんだ、それ大事にしてみたいな、なんか純粋にそんなようなのをこう背中を押してもらってるような感じですよね、うん、特に私とか河野さんって、ね、やっぱりもうちょっと頑張っていかなきゃいけない世代っていうか、ね、後ろを見てちゃんと歩いて、あの、ね、行きたいなと思ってこの配信もやってたりするじゃないですか、なんか元気もらいましたよ。そうですか、いや本当に、ね、いや2人ともなんか結構楽しいことやってるじゃないですか。いや、誰かのせいです。誰かのせい。これ誰かのせい、結構今日多いワード、誰かのせい。そう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 。僕は高間さんのおかげでこうなってしまったんですよね。うん、そう、うん、ね。だからそういうのって。多くの人に伝えたいし、そういう風になってもらいたいし、うん、自分の人生を楽しく面白く自分自身で生きていくということをこう伝えていくと、そのきっかけっていうか役割が僕は本当にね、芸術活動というアートデザインというものが持っている根本的な力じゃないかなというふうに思って、まあ、河野さんとも話してるんですけど、そういう思いでこの学科を作ったんだもんね。あ、そうです、そうです。あの、やっぱり、すごい真面目な話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、やっぱり美術大学で絵を描くだけとか、うん、まあ、そういうイメージがついてしまってるなって、うんうん、で、本当に、まあ、やってることっていうのは、やっぱりその、先ほどの高浜先生の話じゃないですけど、思考性の部分で、
まあ、美術に向き合うときとか、まあ、デザインをやっていくときのそのプロセスだったりとか、考え方だったり、ものの見方だったりとかが、で社会の課題と向き合ったときどうなるかっていうのを、でそれはもうずっとやり続けたことだと思ってるんで、ただそれがやっぱりこうとてもとても伝わりにくいですし、大学にもね、こう美術大学っていう名前がついてて、で美術とはみたいな話になってくると、まあ、誤解とまではちょっと言ってしまったらあれかもしれないですけど、やっぱりこう、皆さんの思い描くものっていうのがあるのかなって、そこを打破するのに、今、まあ、こういう学科でやってみるっていうのは、ちょっと大きな、チャレンジというか、まあ、挑戦であって、で、その、まあ、学科の今後ね、こう、来年から、市ヶ谷で、学生が、まあ、3年生とか、1期生が3年生になって、でどういうことやれるのか、で、今、後ろに映ってる駒ヶ岳、まあ、小館の山ですけど、まあ、ここまで来て、で、ここの、まあ、市役所の方がまたね、市役所の、町役場の方が、また相当吹っ飛んでて、話をしてればするほど、なんかこう、わけのわかんないことを言ってんだろうなって。多分、僕と草薙さんと同じ世代なんです。ほら。いややっぱいますよね。いるんだよ。いますよ。ちょっと名前さすがに出すと怒られそうだから出さないですけど。まあまあね。でもね、ちょっとやってみたいなと、まあ何ができるのかはちょっとわからないですけど。うん、でもほら、いつも謝罪会見。なんかやってっていう。そう、謝罪会見するつもりでいるからね、私たち、うん、大丈夫です。やって。で後ろの方どうなんですか。はい、もうそろそろか、ね、そろそろですか。大丈夫です。もうちょっとですか。はいはいはい。あのね、一個だけね、もう、うん、本当のもうこの遠隔配信だからね、はい、いつもリアルで会ってれば、うん、何って言えたんですけど、この背景が変わりすぎることをここで突っ込んでくださったんじゃ、みんな。なるほど。河野さんの背景が変わって、でそれをね、変わった。自分で動かさせてない。そうで、変わったことをね、高間先生と若杉さんが話してるときに、河野さんの背景変わったみたいなこと言えないわけですよ、これ。でも、多分、ね、見てた。話題提供にした、さっきの、おがくずも新聞紙とつなげたかった。あ、ね。だから、なんかストーリーがあるんだろうなって、こう、紐付けが。工場見学も、大人のワクワクとつなげたかった。なるほどね。やっぱ、ね、なるほど、ね。さっきの海っぽいの、洞爺湖なんですよ。あ、そうでしたか。海って言ってましたよ。洞爺湖は、自然の美しさを伝えたいな。うわー、すごいね。これ見ちゃったら、なんかね、もう、これちょっと昨日寄ってきたんですけど、まあね、圧倒的ですよね。ああ、圧倒的ですね。本当に圧倒的に美しいなって思って。本当に楽しかったんですね。うん、楽しい、遊んでるみたいだよね。ね、ちょっと河野さんすいません。そろそろ準備ができちゃったから、できましたよ。ちょっとまた後で。はい。はい。はい。それじゃ今日戻れないのよ、配信の都合上。はい。すいません。さあ演奏に行きましょうか。はい、じゃあ演奏に参ります。はい、後ろは準備ができました。カリンバの皆さんですね。カリンバの皆さんは実は バンドメンバー皆さん花丸学習会つながりね、関連の方々で結成されて。いらっしゃるということで、はい、MC も盛りだくさんなので、はい、あんまり多く喋らなくても大丈夫なのかな、ね、ね、はい、というところで、そのままお譲りしようかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫ですか。はい、じゃあよろしくお願いいたします。ガサ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 。はい、改めましてこんばんは、カリンバです。無音なんか反応くださると嬉しいです先ほど実は心と頭を同時に伸ばす、AI 時代の子育て長いタイトルの本を書いたりんちゃんですはい、では、結構久しぶりのライブなんですけれども、私たちも生配信でライブをするのは初めてなので、ちょっと素敵なものになるようにと思って、サプライズも少し用意しております。では今から1時間ほど、カリンバの曲を、聴いていただきたいと思います。メンバーは紹介した方が、なんかあんまり紹介がさらっといったので紹介しますか。ですね、いらないやっちゃいましょう最初に。はい、カリンバのメンバーなんですが、カ、平須賀くん、これ何なぞペだっけ、立体、立
空間なぞぺ空間なぞぺっていうドリルをね出してくれている元元生徒の同級生で、ね、あの教え子の同級生です。そうですね、花丸で教えていたこともあるんですが、はい、建築家になっております。そしてカーリンが私ですね、ボーカルを務めさせていただきます。リン先生と子どもたちから呼ばれております。でバが、高浜正信でございます。バです、よろしくお願いします。でこれが初期メンバーの3人だったんですけれども、その後ですね、文ちゃん、田中文久、これあのアプリのシンクシンクとかの楽曲とかを作ってくれている。そうだよ、シンクシンクの曲は彼だよ。彼が作っているという素晴らしいあの作曲家の文ちゃんなんですけれども、文ちゃんが入ってくれて、その後に、教え子である佐藤龍英、長沼です。長沼龍英、どっちでもいいかな。長沼です。長沼なのね。ロンちゃんです。はい、ロンちゃんが入って、カリンバの完成形となったんですけれども、今5人でやっております。もう15年ぐらい、もっと。いや、そんなもんじゃないか。リュウエが10歳ぐらいだったと思う、最初ね。で、私たち全員花丸学習会に関わっているので、初期の歌とか特に子供の歌う歌だとか、あとお父さんとかお母さんとかのことを思う歌だとか、親子の歌とかを作るのが多かったんですけれども、初期の頃のね、結構ファンが多い曲を1曲目に今日は選んでいます。これはどんな曲かというと、私喋る？どうぞ。はい、でこれ全部喋っちゃわない方がいいかな、聞いてもらえればいいか。そうだね。じゃあ聞いてください。1曲目はさくらんぼ。
どうもでした。いつもねのライブと全然違うね。ああいやでもきっとみんな見てるっていうことを想像すればね。想像して歌います、うん、結構カリンバのライブは子供たちも一緒に見に来ることが多くてですね、可愛いんだよね。途中で寝ちゃったりして 眠くなっちゃってね。ちょっとじゃあ想像しながら歌っていこうと思います。実はこの、曲で使っているあのちっちゃな楽器かが今やってる、これねカリンバっていう楽器なんですけど、すごい綺麗な音がしますよね。それあのこのカリンバというあのバンドの名前になったあのきっかけなんですけどね。なんか2人ですごく昔に上野 の画家 の,、ね、画家のあのアルバイトでなのかね、うん、そうですね、そうそう講師をしてた画家志望の人の個展を見に行った時に、たまたま道端でこれを売っているおじさんがいてだいぶ怪しかったけど、ね、だいぶ怪しかったんだけどすごい綺麗な音色だったから、あこれいいねって言ってバンドで使おうかって言って、それがバンド名にそうなぜなったのか忘れちゃったけれども、買ってきたよって言ってこれを使おうって言って作った曲ですね。でした、はい、さあでは次はですね、あの若杉さんが一番多分好きな曲をいこうかなと思っています。皆さんのふるさとはどこですかという曲です。では聴いてください。ホームタウン。またね手を振ったら帰り道、土と草の匂いも友達だった、あのメロディー覚えてるかい、青い空なら今もつながってるよ、どのくらい歩いたかな、あれからつまんない大人になってないかな、
ありがとうございます。大きめの拍手をいただきます、なんか大きめの拍手をいただきます。ありがとうございます。さあ、親子の歌とかね、子供たちが歌う歌とかが多いって言ったんですけど、あの1曲だけね、お母さんのためにお母さんの応援歌を作ったのがあるんですけれども、結構これはあちこちで歌ってますよね。私がね、講演会の後に、うん、あのギター1本持ってって、お母さんたち頑張ろうねみたいな。なので聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、あの大きな夢という曲ですね。もともとはね、りんちゃんのね誕生日、あ、そうそうそう、なんかあのなんかってあれですけど、あの私たちバンドメンバーの誕生日が来るごとに歌を送り合うっていう臭いことをやってるんですけれども、そうするとあの自動的に1年間に曲が5曲は絶対できるっていう縛りで、いつもあの縛りというか、あの喜びを持って、うんうん、楽曲を作っているんですけれども、これは何年だったかちょっと書いてない、だいぶ前ですね、うんうん、あの私の誕生日の時に男子からあの送っていただいた曲なんですけれども、応援歌になっててね、うん、僕はあの特に働いてるお母さんがなんか保育園に走ってる姿をこう思い描いて、頑張ってんなっていう気持ちで歌ってます。え、そこ受けるとこそうなんだ。ああ解釈、僕は僕なりの解釈をしてる。なるほど、そうですね、さまざまな解釈の仕方があると思います。表現されたものはもう自由に受け取るものなので、あの自由に受け取ってほしいと思います。では聞いてください。大きな夢。はあ、何気なく過ぎてく毎日に、ああ迷い込んでしまいそうになるけど、夜空に星が瞬くように、僕の心の中に輝く光、大きな夢、見上げた夜空に溢れる星たちが言うんだ、君はいつでも輝いてるよ、走れ。I'm not afraid to die.
次の曲ですが、はい、あのシャイニングハーツパーティーって言ってですね、あの障害のある子どもたちもそうでない子どもたちもみんなで一緒に楽しめるというあのライブ演奏を17の時からね、17の時に初めて出させて、ということは17年か18年前からあの継続してやっているんですけれども、あのいろんなねあのアーティストの方が参加していただいて、お母さんたちとかボランティア で子どもたちもあの手話であの歌を歌ったりですとか、あのそういうのやってるんですけれども、それ今年もね本当は11月3日でしたっけ、やる予定なんですが、あでもオンライン配信でやると思います。オンライン配信でおそらく開催する予定なんです、はい、でその時にいつもカリンバと子どもたちが一緒にあの舞台上に立って、あのその日のために練習したカリンバの楽曲をあの披露したりするんですね。でその練習がまあそろそろ始まる時期なんですが、ね、やれるのかっていう、うん、やれるのかっていう感じでいるんですけれども、そこでのあの必ず歌う曲っていうのがありまして、あの子どもたちの未来のことを思ってあの歌詞を書いた未来という曲があるんですが、あの今日はまあ子どもたち一緒ではないんですけれども、ぜひ聴いてほしいなと思うので、じゃあ次の曲未来をいこうと思います。
消えないその未来で遊ぼう遊ぼう遊ぼう。ありがとうございます。未来でした。なんかサクサク歌ってしまってます。いや大丈夫だと思うよ。話した方がいい、うん、大丈夫、うん、さっきのあの対談っていうんですか、うんうん、対談のあの時に若杉さんがあの言ってた時間が来たらおしまいですの話あったじゃないですか。あれあの大人のための6つの約束じゃなくて、うん、規範の方で。そうなんだよそれを途中で気づいたんだけど、気づいたんだけど、うん、6つの約束って言うから6つの約束読んで、それはそれですごく面白かったんだけど、うん、あれは言わなかったんだよね。そう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 、うん、あのああって思って突撃していこうかと思ったんですけど規範言うてへんでみたいな、規範言うてへんやんっていうツッコミをずっと持ったまま、うん、あの子供あれ大人向けのやつだったんだけど、そうそうそう、あの授業ワークショップの中で3つあるやつの一番最後のやつですよね。若杉さんが言ってあの人生って有限だから、いつか最後おしまいって時が来るでしょっていう話はあの年長さんとかにもするんですけどいつかおしまいがあるから、時間っていうのはね自分でデザインするものだから、自分で決めて最後っていうのを自分で終えられるようにしてほしいんだよっていう思いが詰まったの、時間が来たらおしまいですっていう。今めちゃくちゃ重要なこと言いました。本当に本当にそうだと思います。のめり込むとね、時間忘れてね、いろんなこと台無しにしたりね。そうでものめり込むのも大事じゃないですか。大事なんだけど、そうだから両方どっちも大事なんだよっていうことをね、そうね、伝えてるやつなんですよね、うん、そう思う、うん、さあそれちょっと言いたかったから言ってしまいました、うん、じゃあ次の曲いきますか。はい、なんかあの結構ファンの方聞いてくださってるかなって思いながらあの今日セットリスト決めたんですけれど、あの次の曲も結構初期の頃の曲で、あの誰でもこう塞ぎ込む時とかあるじゃないですか。それでこう思い詰めるとかいう時あると思うんですけれど、あの絶対に必ず誰かが誰かか誰かのようなものが、うん、空の上から、うん、絶対見てくれてるからねっていうことを伝えた曲を作ったんですけれども、まあ本当にリンワールドなんですよね。あのなんか妙に神っぽくなってくるんですよ。神がかってくる。見守ってるよみたいな空からね。そうですね、まあ、愛しかないので、愛です、ね、カリンバは、はい、次の曲は「塞ぎ込んだ君に」。雲の隙間からいつも覗いて、空を見上げれば
ても感覚はどんなに痛みを受けようとも閉ざさずに木漏れ日を見つければほら人じゃないたとえ言葉をなくしてもでも忘れないで君にでした。ちなみに規範の3つ目が時間のお話だったんですけど、1つ目何か覚えてます？覚えてないです自由にやりたいようにやってくださいっていうのがあって、誰かのね、正解とかないじゃないですか、人生って。だから作品を作るのって人生を作っていくことと同じだから、自分をね表現していくことだから、だから自由にやりたいようにって、つまり先生の言った通りとか、お母さんの気に入るようにとか、誰かの真似をするとかじゃなくて、自分が本当にどうしたいのかっていうのを追求すればいいから、やりたいって思ったことがあったらそれを追求してくださいっていう意味で、でしかも真似はしてもいいって言うんですよね、子供たちに。なぜかっていうと、真似をしようって思ったってことは心が動いたってことだから、それは自分の中の何かがこう反応したってことだから、やっていいことであって、真似をしたところで自分のフィルターを通して出てきたものっていうのは自分のものでしかないので、真似っこするのは大歓迎ですよって、先生の言う通りにしなくてもいいですよっていうふうにいつも子供たちに言うんです。テッドにやってる、テッドに一人喋りになってしまいましたいや、文ちゃんがギターレレの準備をしなくちゃいけないと思って、何かこう話をしなくちゃと思ったらいやでも本当にいいこと言ってますよ。その話をすればいいかなと思って、それが分かるのに何年かかかるよね、みんな大人もな本当にどこか褒められようとしちゃうから飲み屋さんみたいになってますよ。いや、しちゃうんだよね。そう、それで次の曲なんですけど、311があった、もう ずいぶん前のことみたいになっちゃってますけど、あったじゃないですか。その時に、その前にね、その前に作ったんだ、なんか予言したかのように、人類の行く先、まあ、今もそうですけど、今もそうだよね、今もそうだけど、これでいいのかなっていうようなことをなんか予言するかのように作った曲があって、たまたまなんか私のこれも誕生日のために作ってくれた曲で、ね、リンちゃんがゴーってことで、リンゴーっていうタイトルの曲なんですけれど、内容がね、そうなん、歌詞がちょっと、歌詞がやっぱり他のリンちゃんのと違って男たちで作っちゃってるんで、作っちゃってるぜちょっと大体の歌は私、歌詞は私が書いてるんだけど、私にくれた曲は男子が書いてるから、そうそう男子っぽい歌詞なんですけど、科学技術ってどうなんですかねみたいなそうそう一言で言えばそういう歌詞になっておりますそう、でも私すごい好きな曲ですけれどね。俺も好きだよこれ、じゃあリンゴ聴いてください。青い実が
へ話したいことある？今日みんな。いやでもすごいむさびで呼ばれて、うんうん、こう若杉と若杉先生とああいうお話をさせていただいてそれで凛ちゃんのなんかその核心部分に触れることができたのがすごい良かったと。あら、ありがとうございます、うん、なかなかね伝わんないねやっぱここは普通は、うん、で改正に何人取ってんですかってこういう話になっちゃうからいやそこじゃなくてみたいな、うん、人生を幸せに豊かにね そして目の前の人を幸せにして生きていけるっていうことがすごい大事なんだよね、うん、っていうところを見据えると、うん、教育の本質がすごい見えてくるはずなんですよね、うん、そうなんだよね、はい、まあ、それがアートとすごく関わりがあるよっていうことですかね。ですね、はい、アートそのものですね。アートそのものですね、うん、人生は、はい、さ、まあ私たちガリンバもねいつも子どもたちにこう歌ってるところを見せている、本当は先生だけどみたいなところってこんな楽しい人生あるんですよ、うん、歌って人 の気持ちと気持ちをなんだろう、ボーダーを越えてこう国境を越えてつながる力があるし、そういう楽しいことをして生きていく人生であってねっていうようなことを見せようと思って、ずっとやってるんですよね。そうです、はい、そうです。楽しいよーって、ね、楽しいよ歌って、うんうん、みたいなことですね。はい、じゃあ次の曲、これ私が好きだからいつもライブで歌おうよって言ってるそうだね、だいたいりっちゃんが私が、うん、これ歌うっていう、これなんかだってこれも作ってもらった曲ですよね。あ、そうだね、りんちゃんの名曲が多いという、うん、なんでだろう、愛があるのかな、やっぱね、はい、じゃあ次の曲はね、ワルツです。月と空と、響け君を称える声。
サラトでした。ありがとうございました。なんか終わりが近づいてきてしまいましたね。そうですね、うん、寂しい。本当ですね。子供たちとね、さっき高間も言ってたんですけど、野外体験って言ってサマースクールとか雪国スクールとか、自然にこう遊び没頭し尽くすみたいな機会を作ってるんですけれど、そこでね、子供たちと歌う歌がいくつかあったりするんです。キャンプファイヤーを囲んでキャンプファイヤーの歌を歌うとか、あとさよならするときにね、うん、さよならで別れるんじゃなくて、せっかく会ったからこれからはみんな友達だよって言ってハローで別れようっていう、ハローっていう曲ですとかいっぱいあるんですけれども、その中でもグッバイっていう曲があるんですが、今日はね、子供たちが歌うために作った曲なんですが、夜空をねこう見上げて、すごく星が綺麗なところに いつも子供たちと一緒に行くんです。で、星を見上げるっていう機会が必ずあるんですけど、星を見て星に願いよっていう気持ちで歌える曲があったらいいなと思って作った曲があります。うん、作ったのは楽屋だけどね。そうだったね。これ2013年12月23日って書いてあるから、あもう、ね、社員研修の楽屋で私たち2人出番が来るまで暇すぎて、歌でも作るかってなってなんかこういうの、星のさ願いをさ、星見てさ歌える曲とか作ってないじゃんとか言って、うん、そうです、作ろうかって言って作ろうって言って、はい、すぐ作った曲なんですけど、はい、ね、星に願いを、これが子供たちとまた11月3日にね歌う予定をしております。昨日じゃない、一昨日か、これのねリハーサルでみんな集まったんですよ。で、お茶の水に、その時に普通にリハーサルをする予定だったんですけど、急遽ね、子供たちに歌を教えてあげられる、もしかして機会がな作れないかもしれない、直接っていうことに思い至り、急いでね、オンラインで、ね、オンラインで指導できるよう な動画を YouTube で作ろうかって突然急遽思い立って、星に願いを黒板に一生懸命書いて、うん、それで2人で漫談みたいな、ね、漫談じゃないや、はい、ね、先生役でねっていうのを撮ったんです。それ一応カリンバ YouTube に昨日じゃなくて今日あげたのかな、私今日あげたんですけど、見たいっていうコアなファンの方を見てみてください相当面白めの動画が一発撮りで、はい、高山先生と林先生が教えるっていうのを作ってみました。はい、ではそんな星に願いを聞いてください。1、2、3、星に願いを届けるよ、
ありがとうございました。お知り願いのでした。なんと最後の曲ですか。最後の曲になってしまいましたね。うん、寂しいね。ね。うん、ずーっとやってもいいけどね。世界が許さない ね、 そうね。いや、やっぱね、入り口若杉で入って、若杉先生で入ってると、うん、気持ちいいんだよね。そうですね。うん、大好きです。ね、うん、若杉さん。心がこう通じてる感じ。そうですね。時間だから。なんか仲間って感じがしますね。うん、私今ほとんど高知にいるので、うん、で文ちゃんも今おい、そうだね、高知と置いたじゃん、置いたからわざわざ来たんですけど、このために確かに集合したんですけど、なんかね、あの見渡す限り田んぼと山と川しか見えなくて、人はもう見えないってところに暮らしてると本当だよね。あ、この間一昨日だから集まってリハーサルするときにすんごい嬉しくて、なんかこううわー友達と会ったみたいな気持ち、なんかほら仕事はほらいろいろね、仕事では話をする人はいるけど、なんかこうすごい仲間に会ったっていう気持ちがして、すごい嬉しかったって言ったら、文ちゃんも僕もそうって言ってたから、まあまあそうなるんだよね、結局会いたくなるね、人間は。そういう仲間がいるってことが、まあ幸せですし、人っていう生き物はやっぱりこう社会的な生き物といいますか、こうみんなで群れながらね、あの生きていくんだなとしみじみ思ったわけです。だってズームの会議の時ウグイスがうるさいもんね。そうなの、うちウグイスがうるさくて会議できないぐらいうるさいじゃん。もう横でハッカカッ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 って言うから、なんかオフにしとかないと、すごいとこすごいうるさい。大自然に住んでんなーって感じだよね。そうそうそう、それ BGM ですかとか言われるんだけど、違う、リアルに鳥がね。さあ、ライブの最後の締めの曲はいつもこの曲と決まっているんですけれども、あの子供たちがね、もう大体この辺でもう会場でね、居眠りを始める時間になるときに歌う、さらに眠ってしまうおやすみの歌という曲で締めようかなと思います。月が浮かぶこんな夜更けを、いつも知らないうちにくれる君の笑顔に負けてあげる。今日はもう眠ろう、いい夢が見えるよ。星が見えるような気がして、いつものように君に話すよ。いつも頑張ってる君にあげる。一番素敵な歌を。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。カリンバ。この拍手は。とっとっとっと。すごい少ないメンバーのスタッフの方から。ソーシャルディスタンスの少ない観客の中から。こんな声が。アンコールありがとうございます。ありがとうございます。本当に。本当におい。やったー、嬉しいね。もう本当嬉しい、そういうの。ありがとうございます。嬉しい、後で見ようコメント、ね、全米も泣いてるって書いてある。何、うっそアメリカ時間何時だろうね今あと全米も泣いてる和歌山でも目から汗って書いてある。うっそ、すごいね。嬉しい。誰だろうね、本当嬉しいね。嬉しいですね。サプライズ、うん、サプライズでね、サプライズをしようと思いまして、多分ね、私たち最後にライブをしたのが高浜正信還暦パーティ ーつまり昨年なんですよ。ほぼ1年前ですね。もう10月だったから。10月だから、まず、ね、10ヶ月前で、本当は3月にライブ予定してたのがダメになっちゃったから、まあ、ダメになりましたね。そうそうそう、本当に久しぶりに嬉しいんですけれど、その間、ズームで私たち、ズームで何かができないかっていうので、そうそうそう可能性を探って、可能性をすごい探ってですね、ズームでライブがいかに無理なのかっていうのが分かったんですね全く合わないです、全く音が違うだから、あ、ズームってライブに向かないねってなりまして、その後どうしたかというと、じゃあ曲を作ろうということになりまして、数えて結局だからそ、4曲作ったのかな。そうだね、なんだかんだね、なんだかんだで4曲作ったんです。加藤文ちゃんが頑張ってくれて、なんかいろいろこのアプリ使いますよみたいなそう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 、これでいきましょう、これでいきましょう、これでそうそうそう、録音すればいいですよ、みたいな感じでですね、もうてんやわんやの制作がありまして、はい、今から披露する本当に出来たてほやほやのどこにも出してない、まだこう詰め切ってない、詰め切ってないです、あの荒々しい削り、さっきまでつい1時間前まで、うん、そうそうハモリを決めていたっていう正直ね、りんちゃんとねリュウエイはね、もう全然自信ないですよ、これは。みたいな感じだったんですけど、誰の誕生日でもなく作った曲ですよね。そうですね。で、本当に面白くて、でタイトルがね、このコロナ禍のたまにあなた作って、ね、歌詞書いたりね。何？内容はコロナ禍を。そうなの。だからあまりにもザコロナ禍だったので、うん、コロナ禍のために作ったんですよ、曲をね。うん、で内容もそうなんですけど、うん、そしてタイトルをね途中で変えたんだけど、ね、本当はこれ言っていいの？いいよ。本当はもう戻れない日々のことを思って、戻らない日々っていうタイトルで実は作ったんですよ。そしたら、まあ有名なですね、ある有名な、今日本で一番売れてる歌詞がですね、この昨日アルバム出して戻らない日々タイトルのあってですね、タイトルの使っとるなれ、取られたって、うん、いやいやいや、まあ向こうはもうセンスいい人ですから、はい、自分で見出した、なんか考えることは一緒だなって思ってます。そう、だからタイトルを今日変えまして、はい、君を思うだけでというタイトルになった、ね、生まれたてほやほやの新曲を温かい目で聴いてください。夜が明けるまで
た通り着いたよ。ただ君を思うだけで愛は増えてゆく。繋がってるんだよ。戻れない日々を知った今気づく。儚い空のように。どう懐かしい歌が。ただ君を思うだけで愛は増えてゆく。繋がってるんだよ。戻れない日々を知った今気づく。ただ思うだけで世界は変えられる。ただ明日を思うだけで愛は増えてゆく。繋がってるんだよ。戻れない日々を知った今気づく。儚い空のよう。ほやほや感丸出しでしたね。新曲です。こっからね、どう変わっていくのか、変わっていくか、また楽しみにしててください。出来たてほやほや曲でした。さあ、じゃあ最後、最後ですね、うん、はい、本当に最後で、これはちょっとじゃあ定番の、はい、今8月ですか。はいはい。うーん、2020年あと4ヶ月がないね。びっくりさあ、じゃあ8月なので、8月生まれの人、画面の前で手を挙げてください。8月生まれの人いる、実はメンバーいるんだけど。あ、いない、この会場にはいないんですか。いないですね。あ、残念。いつもね、ライブでやるときに何月生まれの人って言って、その月の生まれの人に、まあ、生まれ落ちた人みんなにですけれども、ね、ハッピーバースデーの曲をカリンバからいつもプレゼントしているんですが、じゃあさ、本当に最後の曲ですね。カリンバのハッピーバースデI'm not afraid to die.
を思い出す。ワンツースリーで走り出そう。明日も会えるかな。違いましたね。終わらないよ。終わらない。終わらない。はい。はい。皆さんいかがだったでしょうか。オープンマーケット第4回。はい。第4回。本当に豪華すぎるメンバーで。うん、またやりたいね。あ、ぜひぜひお願いします。ね、続編やりましょう。はい、お願いしたい。また喜んで、うん。お願いいたします。はい、遠くからになりますね、はい。お願いします。もう時間も随分。そうですね。こっちは来てます。大丈夫、大丈夫です。終わりはないのです、うん、時間が来たら終わりではありません。今日はどうもありがとうございました。あの撮影スタッフ、そうです、ね、あの本当に、はい、クオリティ高すぎって、言われた、はい、あの、映像配信してくれるのが、うん、チームむさびの渡辺くんです。どうもありがとうございました。はい、みんなで今日いつもやってます、はい、ね、またどん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 続けて参りましょうか。う、ね、はい、また9月にも第5回目、そうですね、はい、あ、そういえば、はい、これはうちの息子が作った。おお、うわ、すごい、素晴らしい。アート言いたかったこと。おお、すごい、ね、もうね、できないんですけど、これだけはできちゃう、うん、脈々と続くわけですね。アートですね、はい、すごい。ということで、今日はどうもありがとうございました。また皆さんお会いしましょう。さよなら。さよなら。